一日に歩いた歩数カウントし、距離や時間知って驚く。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。栄養バランスのいい食事、質の高い睡眠、そして適度な運動。これらが健康管理に必要とされていますので、意識している人って多いですよね。ただ、忙しい現代社会の中で、適度な運動、これ実行するのって難しいんですよ。わざわざ運動をする、そんな意識しなくても、毎日の生活の中で、歩くことって意外と運動になってるんですよ。だからこそ、歩数計アプリ、これでどれぐらい歩いてるのか、歩数をカウントしてみましょう。万歩計のように、歩数を単純にカウントするだけではなく、消費カロリーも表示してくれる優れものです。しかも、歩いた歩数から距離に換算してくれたり、歩く歩数の目標を設定することだって可能なんですよ。特別な道具、そして運動のために時間なんて確保しなくても、普段から行っている歩くという運動を視覚化してデータ化してみましょう。今回の単価は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報を、ウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。